まずはスクワットの担ぎの方から教えていただければ。担ぎ、はい、大体どのぐらいの手幅なんですか？手幅、僕は81センチちょい内側。ちょい内側、はい、ちょい内側です。ここから指1本分狭くしてたこともあるんですけど、はい、肩が窮屈すぎる、うん、狭くすると肩が窮屈になるんで、81センチぴったりだとちょっと広い、うん、広い分固まらないというか、固めるのにいろんな力が必要になる、はい、で自然体でこっちでやるのが81ちょい内側で、ここのちょい内側はもうその日によって、まあ、柔軟性って日によって変わるじゃないですか、まあ、その日によって変わるんでちょい調整します。なるほどなるほど。それはやっぱり人によって体格であったり骨格によって変えてみたいな。だから重量級の選手はこういう選手もいるじゃないですか、こういう選手もいればインラックにしてこういう選手もいれば、はい、やっぱりここの肩周り肩甲骨周りの柔軟性によってやっぱりこう変わってくるかな、うん、だから女子選手みたいに関節の柔軟性がすごい高い選手ってやっぱこう狭く持っても力まないで持てるんで、うん、まあ、それはそれで狭い方がより体は固めやすくなるんで、まあ人によって、まあ、力が入るポイントを決めてもらってっていう。結構ローバーですよね。僕の中では別にローバーってほどローバーじゃないんですけど、あ、まあ、肩甲骨の肩甲骨のちょい上ぐらいに乗せている、はい、やった方が早いか、うん、それでこの三角筋と胸腰筋の、はい、ちょうど間、うん、ここっすね。一緒に乗せてるんで、僕の中では、まあ、そんなにローバーっていうほどではないのかなとは。まあ一般的っちゃ一般的っすね。で、次の、まあ、ポイントは要するに股関節から肩、この担いでる肩のバーベルの距離が長ければ長いほど、このテコの原理、テコの原理でより力が必要になるじゃないですか。だからそれをできるだけ短くした方が、要するにこう楽に、力学的には楽になるので、肩甲骨を加勢させてできる限りこの股関節からバーベルまでの距離を短くするっていうのがポイントになります。なんでよくあるのが、もう担ぎの時の手首、はい、こうしてる人いるんですよ。こうやってまっすぐ押してる、はい、これやってしまうと肩に力入るんで、要するにこういう動きになるんですよ。まっすぐにしてるとこういう動きになる、はいはいはい、まあ、押せてはいるんだけど肩甲骨は絶対落ちない、うん、なんで手首を曲げる、うん、で手首を曲げた状態でさっきのところに合わせて、そのまま肩甲骨を加勢させる。おー、加勢をさせてるから、なんかこう低い位置で担いでますよねって言われるんですけど、肩甲骨が落ちてるだけで担いで当たってる位置は結構高い。あー、確かに、うん、低く見えはしますね。低くは見えるんだけど、うん、距離はこう詰めてるから低くは見えるけど、実際別にそんなに低いところでは担いではいない、うん、ここが結構なポイントかなと。で、ここでこうすることによってパッキングもうまく、うん、こうコントロールしやすくなる。腹圧感もコントロールしやすくなる。肩甲骨寄せてはいるんですか？肩甲骨は自然ですね。がっつり寄せないです。あ、もう下に下ろすことだけ。下に下ろすだけ。ベンチと多分その辺は似てると思う。多分そうですね、はい、やっぱりベンチと共通点はすごい多いんで、なんで富田君も練習したらできるちょっと頑張ります頑張ります。なるほど、担ぎはそんな感じですね。はい、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ次はスタンスってどんなもんですか？広さはスタンス、うん、スタンスは広さどうやって決めてます？その日の一番しゃがみやすいところ。あー、もうそれアップの段階で確かめて。アップの段階もそうだし、あとはその時の調子、あとは痛い痛くないとかですね、うん、その辺かな。だから2年前ぐらいはこんなスタンスでやってる、はい、あー結構狭めで、で今はこれぐらい。あ、まあ自然です。自然、そう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 、まあ、ワイドにすることはないけど、うん、まあ、この辺からこの辺で結構行ったり来たりしてるから、その時に調子が一番上がっていくスタンスでやっていることが多い。ああ、なるほど。で、まあアップの段階で確かめつつって感じなんですか？結構
この形って決めてはいない。ああ。そう、末端の部分に関しては。了解です。動画、多分渋谷さんといえば多分踏み厚ですかね。はい。踏み厚、あまり僕、はい、感じたことないんですけど。オッケー。スクワット全くやらないんで。で、踏み厚の時にまず大事になってくるのが、はい、アーチを作る3点、うん。足の裏のアーチって聞いたことあるでしょ。足の裏のかかと、はい、母子球、小子球のこの3点。うんうん、要するに土踏まず。うん、土踏まずここが。アーチが崩れちゃって扁平足になってるよとか、ああいうのがまずないようにしてあげなきゃいけなくて、結構多いのが、うん、時田くんもそうなんだけど、うん、すごい簡単に言うと土踏まず潰れてこうなってる人が今これ普通ね、うん、普通これがこの3点のアーチポイントが崩れてこうなってる人が、うーん、特にスクワットやってる時とかこれめちゃめちゃ多い。なるほど。かかとと親指の2点だけで立ってる、内側のラインだけで立って、内側のアーチだけで立ってる人がすごい多くて、うん、外側をちゃんと設置する、まあ、外側だけ設置するってわけじゃなくて内側も設置するし外側も設置するし、でここの3点がしっかりと圧が均等にかかってる状態を作ってあげる。まずこの前提条件を作ってあげないと踏み圧は絶対感じられない。自分内側だけっすね。そう、そういう人が多い。外はないっすね。ああ、なるほどなるほどなるほど。それを感じ取れない人が多くて、うん、そこを修正してあげると踏み圧はめちゃめちゃ感じやすい。そうするとボトムの安定感につながってくる。なんですごい簡単にやるとこれでやってもうまくはいかないですけど、はい、スクワットこれでやってもうまくはいかないんだけど、この指を全部反らすと、はい、全部反らす。そうすると全部反らすと土踏まず高くなるの分かる。はい、もう高くなった状態でちゃんと親指の付け根とかかとと小指の付け根を全部つけてあげる。はい、この状態で立つ。へえ。富田君も今普段こうやって立ってる。普段こうやって立ってる。そうですね。普段こうやって立ってるからこうやってやると小指が浮くの。はい、小指側ちゃんとつけた。ああ、なるほど。この状態で指全部つけ、この状態で指の腹で地面をつかむ。なるほど。これをやってあげるとこれだけでまず基本ができるから、はい、上が整いやすく、上が整ってないとうまく跳ねかけない。なるほど。癖ですからね。そう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 、やっぱりそこがうまくいってない人が多いかな。うん、確かに。やってみる。じゃあまず今普通に、はい、普通にスクワットしてみて何も意識しない。それで普通にしゃがんでたって。これを指で全部反らしてみて、思いっきり思いっきり、うん、そうそうさ、ここはすごい感じるじゃん。そうっすね。で、ここも感じてるじゃん、はい、こことここは感じやすいんだけど、こっちめっちゃ今弱いですよ。弱いっすね、浮いてます。ここをちゃんと圧かけて、そう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 、そうすると今3点ついてるの分かる。はい。で、土踏まず持ち上がってるじゃん。はい。これキープしたまま、指開いて、はい、このまま指ついて、おお、きつい。このまま踏んで、はい、そう、これキープ。おお、すごい。こっちも開いて、指開いて中でこちらも持ってきたので指開いて5本抜いて、そう、うん、これキープしたまましゃがんで立てるけど、おお、これだけでそうすね、ポンって弾く。ああ、こんなに足の裏意識してる。そう、すごい。むしろここ意識しないで立つっていう方が難しい。ああ、だってここが崩れて日常生活を送ってるといろんな節々がおかしくなってくる。膝おかしくなったり腰おかしくなったり。ああ、要するにこう楽に動ける状態をまず土台から作ってあげるっていうのがめちゃめちゃ大事。そうすると指で掴んでるから跳ね返るじゃん。で、この状態でスネもこっちに出せる。そうそうそう、スネをこっちの方向に出せる。こっちに出せる。そうすると血と内転筋に力が入る。押し込む。それもキープしたままそっちの方向に蹴る。それで、そう、まあ、しゃがんで立つ。そうすると跳ね返る。そんぐらい意識してるんですか、足の裏。足の裏はめっちゃ大事。すごい。体幹とかしか意識したことなかったですね。だってベンチのグリップめっちゃ意識するでしょ。はい。
ベンチグリップ。まあ確かにそうですね。だって力出力発揮するとこ足の裏一番伝わるのって足の裏じゃん。地面蹴るのって。確かに。だからバーベルのグリップとベンチのグリップと同じぐらい足の裏は意識しないと立てない。なるほど。これが踏み圧ってやつですか。まあ簡単に言うと、はいはい、こんな感じ。なるほど。そう、いや勉強になりました。なるほど。そんぐらい掴んでる。かなり掴んだ。やっぱり足の指のトレーニングもするし、あのふくらはぎとかのトレーニングもするし、みんなこの辺しかトレーニングしないでしょ。しないですね。スクワットって言ったら体幹であったり、けどすね前に倒れたのを元に戻さなきゃいけないじゃん。そしたら硬いもめちゃめちゃ重要になってくる。優先順位はこっちに比べたらもちろん低いかもしれないけど、倒れたすねを戻すためのこの辺のやっぱりこう筋群を鍛えてあげるっていうのはすごい大事になってきて、踏み圧を意識するためにはそこを。了解です、了解です。だベンチもこれ意識するとめっちゃ蹴れるよ、もっと蹴れる。ああそうですね、うん、普段ただただ踏ん張ってそれを足の裏でやると、足の裏からの上半身への力の伝わりは絶対良くなる、うん、なるほど。じゃあベンチのためにちょっとトレーニング、勉強のためにスクワットちょっと取り入れてみようかなと思います。はい、了解です。はい、ありがとうございます。